普通に色仕掛けでいけるはず。カエルの回復、カエルの技回復待とう。何くれるんですか？あ、今度気持ちだけなんだ。あ、そうなんだ。あ、でもちょっと、もうやるしかないね。カエルとのアイスウォーターでどうよ。スマイル0円。いらないんだよ、このゴリラのスマイル。いや、でもいる？もしかしている？もしかしている？なんかさ、ゴリラって可愛いじゃない？優しい目をしてるなって思う。あと、みんな知ってるかもしれないけど、ゴリラってさ、ケアルが、ちょっと待って。ゴリラってさ、すごいさ、イケメンゴリラがいるの。めっちゃイケメンゴリラがね、いてね。超イケメンなんだよね。なんかイケメンゴリラとかいう話を僕聞いたことあって、イケメンゴリラってゴリラだろうと思って調べてみたら、本当になんかね、雑誌の表紙？ゴリラ雑誌があったら表紙だろうなみたいなゴリラがいるんだよ、本当に。マジで。調べてみて、ゴリラ、イケメンって。いるもん、本当に。またゴリラか。何が一番効くかな？意外と物理なのかな？間に合ったらゴリラの話でっくさ。いや、ゴリラ雑誌のね、表情を飾れるような、イケメンゴリラがいるんだよ。ちょっと待って、みんなに見せるわ。ちょっと待ってね。ゴリラ、イケメン。戦う。連携、氷投げ、氷河投げ。あ、これダメなのか。全部にはいかないのか。すみません。イケメン、ゴリラのね、イケメンがね、いるんだよ。あ、いた。この画像を、ホロライブ立ち絵に保存。ホロライブ立ち絵に保存。イケメンゴリラ、君の瞳に乾杯。立ち絵に保存。あ、ちょっと待って。死ぬ。円形。ダブルケアルが、やばい。ゴリラを探してる間に。いるの、本当にいるんだよ。ちょっと待ってね。ちょっとホロライブ関係のフォルダに、ちょっと保存したから。イケメンゴリラ、ちょ、戦い中にゴリラのことがちょっと気になっちゃったけど、このゴリラ、ほら。ね？ね？ちょっとみんなに見せたいなと思ってさ。こいつはもう物理でいける、物理で。めっちゃイケメンじゃない？これ。これもね、もう一枚、ちょっともう一枚ある、もう一枚。ほら。ね？イケメンゴリラでしょ？こういうのがさ、いるんだよ。これね、イケメンゴリラがいるの。イケメンゴリラちょっと表示させとくか。イケメンゴリラがいるから、ゴリラの、このね、ゴリラもね、大事なんだよな。よし、オッケー。なんとか倒せたな。何？なんかエラー出たんだけど。エラー出た。あ！なんでやねん、マジで。ねえ、もう、クロノトリガー、ランタイムエラーとかいうのが出たんだけど。てか、イケメンゴリラ、いつまでおんなん？これは何？マジ、ちょっと違うだろう。ねえ。そんなさ、ど真ん中でさ、ちょっとこの音楽とこのムービーの中でこのど真ん中にいるのおかしいでしょ。このゴリラがさ、ちょっと、何の画像かと思ったらゴリラじゃねえか、マジで。ねえ。この BGM やめて。待って、ちょっと。ねえ、めっちゃ壮大に。
ゴリラすぎる。ちょっと待って、みんなの顔がゴリラになってる。何なんだよこれ。何を見せられてるんや。みんなの顔がねえ。もっとゴリラ大きくして。なんでよ。いやマジでおかしいだろこのゴリラ。ちゃんとこうやってお父さんがいたんだな、このオープニングのムービーで。ちょっとゴリラ越しに見るオープニングムービーになってんだけど、いや面白すぎるでしょ魔王が。ねえこれひどい、これ怒られる、これ怒られる、これ怒られるって。これ怒る。これちょっと枠のツボだ。素人のマット感ある。急に。やめやめ、もうやめろ、切り抜きやんけよ。こんなの切り抜かれたら何事かわかんねえよマジで。黒のゴリガーじゃねえかマジで。黒のゴリガーじゃねえかもちょっと。はい。